ご注文はウサギですか。チマメ隊とリゼさんの卒業旅行を兼ねて皆さんと来た都会。今日は思い切って一人で行動してみることにしました。実はずっとやってみたかったんです。皆さん心配しすぎ。お守りティッピーもいるし、子供じゃないです。不慣れな土地で一人。ココアさんも最初はこんな気持ちだったのかな。でもココアさんと違って迷うことはありません。文明の利器を駆使しますから。はあ、充電するの忘れてた。慌てません。こんな時のための地図です。はあ、私今どこにいるんだろう。こうなったらあえて迷ってやりましょう。行ってみます。わー、この場所はチアさんとシャロさんが好きそう。こっちはマヤさんとメグさんと来たいな。ここにみんな連れてきたら喜ぶかな。なんだかサプライズ考えてるみたい。一人でも寂しくないのはリゼさんお手製のティッピーがいるから。いないし、お父した。急に心細い。あ、野良猫。あの通り道にティッピー落ちてませんでしたか。今は猫の手でも借りたい気分で。なんて。ティッピー、なんだいそれは。紅茶の名前かな。にゃんだって。おみゃ知ってるか。知らないわん。都会の猫って喋るんだ。お困りなら助けてあげよう。チェスで対戦してくれたお礼だよ。チェス。助かりますにゃ。結局見つかりませんでしたね。付き合わせてすみません。私も腹話術ちょっとできるんですよ。ティッピーのように。今日はありがとうなのじゃ。君のは猫の声というよりウサギの声って感じ。何のことです。こんなに立派な猫語だというのに。にゃーなーにゃおー。君の声がモフモフしすぎてる。だからなんですそれ。あの最後に、私カフウチノって言います。あなたは。冬、冬は冬。ご注文はウサギですか。コミックス発売中です。ご注文はウサギですか。ついに旅行最終日の夜を迎えました。王の命令を発動します。今日は私に従ってください。ここでガレット・デロワの指輪使うの。一体どこへ連れてくの。ケーブル湖？前に一人旅で会った子に教えてもらって、おすすめスポットみたいです。到着です。わあ、宝石箱だ。ココアさん、はぐれないように。どこ？猫ちゃん猫ちゃん、どこ行くの。あ、みんな私から離れちゃってる。世話の焼ける妹たち。あんなところに人が。あのちょっと道を聞きたいんですが。どうしたの。目から宝石ポポロンしてる。大丈夫、これ猫アレルギー。絶対嘘でしょ。お姉ちゃんに話してごらん。じゃあお姉さんアレルギー。じゃ
何？え、笑ってるの？やった！もうすぐ進学を機に地元から離れるの。この子たちとしばらく会えないから寂しくなっちゃっただけ。そっか、この子なんて特にプリティだもんね。その褒め方は嬉しくない。せめてダンディと言ってくれないかね。腹話術？しかもおじさまだったの？ねえダンディキャット。なんだい？私も故郷を離れて暮らしてるんだ。ほう。不安もあったけど、たくさん友達できたよ。毎日が思い出更新。それは君だからできたことじゃないのかい？外の世界に踏み出す一歩がすごいんだよ。自信持って。ありがとう。ご注文はウサギですか？コミックス発売中だよ。ご注文はウサギですか？ちのちゃんこっち向いて。制服最高に似合ってる。その髪型も決まってるね。ポーズもグッド。かっこいい。かっこいいよ。お姉ちゃん誇らしい。て、入学式当日に私で遊ばないでください。当日だからこそだよ。うん、やっぱりこの髪型かな。どうしてココアさんがこだわるんですか？だってティッピーの代わりの帽子がないから頭落ち着かないかなって。落ち着かないのはココアさんです。まあ悪くはないです。でしょー。私の姉ジカラパワーも注入してあるから。でへー。姉ジカラパワー？いつもの数倍浮かれココアさんじゃ説得力ないです。行ってきまーす。一緒の学校だからもう別れ道で別れることはないね。ですね。でも私はあえてこっちの道から行きます。どんな嘘ですよ。もうちのちゃんだって本当は浮かれてるでしょ。あ、外の町からの新入生かしら。ウサギに興味津々だからきっとそうだよ。声かけてみよっか。仲間だ。ま、待ってください。私が行ってもいいでしょうか？どうしよう、緊張してる。ココアさんの笑顔を真似て。でへ。浮かれ顔になってしまうけど、アメジカラチャージ。あの、私のこと覚えてますか、冬さん？この町に来てくれてたんですね。嬉しいです。え、固まってる。こんな偶然を超えて奇跡みたいなことあるなんて、この世甘か不思議。ミュウミュウ。ウサギはミュウって鳴きません。しかも逃げられた。捕まえましょう。名前覚えててくれて嬉しいよ、チノ。後編へ続きます。ご注文はウサギですか？マヤさんもメグさんもいない一人きりのスタート。冬さんは一体どこへ？いる。幻覚じゃなかった。冬さん、ねえ、さっき上級生に囲まれてたよね。もう馴染んでるってすごいね。私転入してきたから心細くて。あ、私も。パワフルなクラス。地元の子？はい、ラビットハウスって喫茶店やってます。もう自己紹介になってる。うちはね。そこ知ってます。それ、シストの地図、見つけたんですか？シスト？この町で有名な宝探しゲームです。
までの地図。まだ道覚えられないから。恥ずかしい、間違えました。ジノとやっと話せた。ん？それはこっちのセリフです。猫みたいに逃げるので。一対一じゃない対話はちょっと怖い。ジノこそウサギみたいにぴょこぴょこいなくなる。私この町でやってけるかな。そういう気持ちの時は不安をワクワクだと解釈するんですってうちの姉が言ってました。ジノ、お姉さんいるの？自称姉です。私も通りすがりのお姉さんに自信持ってって励まされたことある。通りすがり、なんて素敵なお姉さんでしょうね。ぶっ、この眺め綺麗。都会で一緒にぬいぐるみを探してくれたお礼です。転入してくる前に写真で見た以上の景色。これからもガンガンどんどこいいところ見てもらいたいです。ガンガンどんどこ。次は冬さんの居候先へ行きましょう。ありがとう、ちの。これからたくさん楽しいことあるといいな。着いた。ここが私の居候先。1年前にね、たまたまこの町の特集記事読んだの。みんな温かそうで楽しそうだった。それで気づいたら都会から飛び出してた。私の初めての思い切った決断。ブライトバニー、学校の紹介でオーナーの老夫婦が住み込み募集してるって聞いたの。知能はラビットハウスって喫茶店で働いてるんだっけ。ライバルだね。チェスも腹話術もまた対戦してみたいのじゃ。店が開店したらお手柔らかになのじゃ。なあ、冬さんとの日々はこうして始まったのでした。ご注文はウサギですか？コミックス発売中。にゅー。